当選誉ボ星は、日本の競争馬である。主な勝倉は2012年の京都新聞杯。名前の由来は冠名名に誉ボ星。半兄に、天皇賞馬の当選上段がいる。12月24日の阪神の新馬戦、芝1600メートルで一番人気に押されるも1、2馬審査、及ばず2着に敗れる。 自走の1月14日の京都の未勝利戦も一番人気だったが直線伸びきれずまたも2着に敗れる。そして2月5日小倉の未勝利戦は後方から差し切って初勝利となった。3月の阪神の500万下の雪柳賞は5着に敗れるも、中京の王冠桜賞は人気に応えて2勝目となった。そして京都新聞杯は6戦目にして、 初めて一番人気とはならなかった。レースは逃げた名称門松の二番手を追走し、直線抜け出して二着ベールドインパクトに庭進反差をつけ優勝。三勝目を重賞初制覇で飾った。勝ち時計の2分10秒0は、ダンツシアトルの持っていた、京都市は2200メートルのコースレコードを0.2秒、更新。さらにコスモバルクがマークした芝2200メートルの、 日本レコードを0.1秒更新することとなった。5月29日の第79回東京優勝では1000メートル通過59秒1のハイペースで逃げるゼロスの直後2番手を追走、直線で先頭に立ったもののディープブリランテ、フェノーメノに交わされ3着に敗れた。東京優勝の後、秋競馬に備えて休養していたが、そのさなかに右前足に、 クッケン縁を発症したことから9月1日になって、オーナーサイドの医師により、現役を引退することが明らかとなった。9月21日付で競争場登録を抹消され、ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバ入りすることが発表された。引退後の2013年からブリーダーズスタリオンステーションでつなぎをされている。種付け数は2013年134頭。 2014年110頭、2015年135頭、2016年104頭、2017年22頭、2018頭28頭と推移している。2016年に初年度3区がデビューした。2017年9月18日、ミッキー・スワローがセントライト記念を勝利し、中央、地方を通じ3区の重賞初勝利を挙げた。2019年からは、 プライベートしぼばとなり、白馬牧場に予託されている。2021年からは、エスティファームでつなぎをされている。ありがとうございます。